はい、最強バッツ覚醒赤キラいて台風対決というね、うん、俺とマナさんで台風対決いきましょう、はい、で、これって俺の忍者サポート入ってるよ、ね、そうですね、あの例のサイドさん忍者が入ってる箱がそれです。それが出るかどうかってところだな引けるかどうかやつです、うん、狙ったものが、あ、大丈夫です、はい、はいはい、どうでした東京はワールドホビーフェア。いや東京ですね、その想像を超えてましたね、あのこのバリーの売れ行きが、うん、本当に、はい、例年ってそんなにお昼待たずに売り切るなんて東京の場合なかったんですよ、うん、ところが今年に限ってはですね、あの、うん、午前中だけで本当になくなってしまったんですね。それは減衰してたというわけではなさそうな、うわ、いや減衰のイメージはないですね。ですよね、ただ例年通りで行ったらそうなんですよってことだよね。そうなんですね、うん、そう例年昼過ぎてもまだ買えるよっていうのがバリだったんですよ、うんうん、ところが今年はそれじゃなくなってたんです、まあ、ゲーマーまだしもう、うん、そうなんですよね。まあ、カミアライブとしては、まあ、もちろん単純にプレイヤー人口が増えたっていうのもあるんでしょうけれども、うん、あとは数字上増えてるね。そうですね、あとはですねこの、うん、今回が一応この赤と黒を同時に、うん、そう発売したかったのにもしかしてなんですけども、うんはい、これ2つ合わせて例年在庫だって言われると、ああなるほどね、はい、それは誤差が出るな。そうですね、それだとつまりで1人につき2箱買っていいってことになりますので、うん、そうなるとサーチライト来た。さて、まあでも4枚もらったんだから、そうなんですよね。あ、早速新カードが来ましたよ。お、はい、表紙になってるカードですね。はい、赤き雷帝の覚醒ってカードなんですけども、これあのまず3ゲージ打つと1ゲージ増えてライフ1回復します。ああでドロップゾーンに3ワールド以上が存在しているとドロップにあるカード1枚手札に加えます。ああでドロップに6ワールド以上あるとワン、ああさらに1ドローします。うわ、条件付き超強い竜王伝プラスアルファ、そうなんですね。でこれをですね今デッキの中に大量に置いとくと、まあ、これでこれ拾うっていうコンボもあるんですけども、ああそうなんだ、はい、あそれ以外って書いてないんだ。そうなんですね。で今雷帝軍って実はデッキから好きなカードをドロップに送るっていうカードが出たので、これをいち早くドロップに送ってしまってぐるぐる回すっていうことができるようになってますよ。そうか、じゃあ引き運に頼らず、はい、あでも結局これで引いたり回収したりか。そうなんです、まあ、引く力を強めるってことだな、はい、結局はこれはですね回収カードなので、あの、うん、カオスみたいにドロップにやたらめたら落とすっていうことが実はありなんですね。カオス、雷帝も実は、うんうん、だ今後かなりこうドロップ利用を考える構築をするとこれがすごく生きると思います。そうだね、安定感がね、はい、カオス並みの安定感が一気に生きると思いますけど、あれさっきから俺光らないんですけど、まあ、ホロ出ました、うん、さて、まだまだですなかなか新カード、あ、サーチライト、うん、最強カード、最強、忍者最強の魔法ですね。さて、ててこれなんだろう。俺72ハジル気になってるんだけど。あ、それすごい強いカードですよ。それ。ドロップゾーン。おお、強い。スーパー強いカードです。それ。しかも再指定ないんです。コールコスト払ってからね。さすがにな、はい。はい。と言ってもですね、それ再指定がないんですね。うんうん、はい。再指定がないのは何でもいいんですよ。つまりドロップイコール手札みたいな感じ。はい。まあゲージ1多くかかっちゃうよと、はい、その分ね。ただできてる。ただまあマジックだったら安いもんですけどね。さてと、では、新カードが1個出ましたよ。光るんだ、そっちまた。バツ・ア・スピリット。はい、ガチリアの、うん、アイテムですね。アイテム、はい。これはドラゴンフォース的な感じじゃないのかな。いや、ではないですね。ただ、これはですね、あの、はい、スピリット。これ装備してると、それを装備してると、うん、あの相手から受けるあの戦闘ダメージを1点必ず減速していくっていう。ああ、はい、はい。はい。まあ、ゲージかかるんですけど。複数回アタックに効きそうだね。はい。結構、複数回アタックの打撃をヒュッと下げることが、うん、1払うだけで、その単純ずっとか。はい。ゲージ1払うと、自分が受ける攻撃ダメージを常に1点減らす。悪くない。はい。でも悪くないですよ、これも。そんなに、うん。そうだよね。さて、あ、出ました。お、来ましたね。逆転魔王アスモダイ。来ましたよ。さて、それがですね、とても強いんですよ。はい、出ますね、これ。はい、あの雷帝軍か72柱が場に出ると、うん、あの手札1枚捨てると、場のカード1枚破壊します。はいはい、はい。はい、
今のアスパイってモンスターだけだったんですけど、うん、それだと場のカード1枚ですね。そうですね、その時点で強いですね、はい、しかもそれ他の雷帝軍とか73しか出てもいいんですよ。あ、なるほど。今まで自分がコールした時しか出なかったんですね、効果って。でもそれってもちろん自分が出た時も OK です、うんうん、でその後他の、あのカードが出るたびにその効果が、はい、その効果が出ます、うんうん、でもちろんですけど相手ターン中に出てくれば相手のカード1枚破壊します、相手ターン中に。なるほど、強いな。逆転の効果は二角魔王になるみたいなことですね、はい、で二角魔王の強さを上乗せするので、もともと打撃とか、はい、あの攻撃スペックが高いカードにその上乗せするとちょっと組み直すかな、はい、えらいパワーになります。シアリン、あ、花子さん、うん、あ、花子さん、この方だったら相当必殺、はい、必殺花子さん、なるほど、うん、いやあとこれは新しい家がですね、家がですね、はい、どう、はい、この家がも、いや楽しいですよ、この家が使いたくなる、はい、この家がもこの中に入ってる超ガチレアの家が、うん、ドロップにある家が乗っけるっていう効果があるんですけど、うん、これが乗っけて推奨されるカードの一つですね。なるほど、はい、あ、サツキサポートも入ってるのかな、よいしょ、さて、そっか、俺目当てに出るかな。とりあえずそのレート的に勝った負けたよりも、そうですね、内容ですからね、忍者の忍者の超ガチレア、なんかすごいセットで来るんですけどね。いや、イエーガーセット来ましたね。イエーガーセットは来ますね。これはありがたいんですけど、はい、これゲージ増やす帽子ですね。これゲージ払うと高所1万上げるっていう能力があるので、はい、相性いいんですね。これどうだろう、新規、あ、これもなかなかやりおるカードですよ。回復と、はい、あ、モンスターか魔法、なるほど、ちょっと遅いけどね、ドロップから置かれた時、ええ、なるほど。ただ置かれた時なんで、例えばソウルガードで置いてもいいですし、うん、あとはあのソウル引っ込みで2ドローするっていう魔法があるので、あの辺でやっても出るんですよ。ビリーバーだっけ、はい、うん、あ、これアスモダイのおすすめカードですね、はいはい、はい、アスモダイオンステージ、オンステージ、はい、あの場のカードを、相手の場のカードが破壊されるか手札に戻ると自分がチャージアンドローするよっていうカードですね。なるほど、はい、だから自分はあのアスモダイの効果で手札捨てて発動するんですけども、これでチャージアンドローするので全く減ってない。さすがに単一だよね。単一です、うん、それはそれは。ただでも自分のターン相手なんで1回ずつですから、うんうん、はい、そうだね、いや強い強い強いですよ。これでもやっぱあれだね、72発しら設置依存強いね。設置依存ありますね。チェスブレイク、まあそうですねソロモンの大結界とかね、はい、あれもありますね。ただ大結界多分入れなくていいですよ、まあまあ、おそらく入れなくていける、はい、多分入れなくてもいけると思います、うんうん、はい、そうだよね、 あれで盤面崩れるのは、ね、相当痛いもんね、はい、あとこれおすすめですね。あ、これはね、はいはい、これも72発射なんですけど、うん、はい、ここにおります。こいつが捨てられた時ワンチャージ、さらにして戻ってくるっていう、うわ、あ、戻ってくる、はいはいはい、はい、なのでいいんですよ。手札コストが、はい、あのアスモダイの手札コストがあの払わなかった、払わない、しかもワンチャージする、はい、あ、ただ同然出てくるっていうねけどとんでもない、ただどころかワンチャージ分得してる、はい、そうなんですね。でこのカード実はちょっと雷帝軍でもあるんです、実は。あ、なるほど。でこのカードって捨てると戻ってるじゃないですか。 あれか、ハウリングか、はい、あのアドボイスで、うん、あの相手の打撃力を減殺して、うん、これ捨てると戻ってくるんですよ、うんうん、はい、しかもワンチャージする、ワンチャージするっていう、はい、っていうこともできます。あー、やば、それ強っそうか、雷帝軍72発射、はい、まあ、そういうの難しいんだろうな。でもそうですね、微妙に難しくできてる、うん、しょ、あ、出ました、あ、出ました、それも出ましたね、はい、超ガチ枠、あれ、俺超ガチ枠 2枚出ちゃったあれ、もう見えてますか。超ガチ2枚ありますね。でも、どっちもいいカードですよ、うん、まあ、どっちも、はい、ただ、俺がすぐ敵に入りそうなのこれなんだよね。あ、そうです。二柱できた、そうです。二柱、まあ三軸で組んでたからちょっと違うんだけど。そう、ね、そうなるとですね、この中でルシファーが欲しいんですよ。なるほど。出てきてるぞ、ここに。ルシファーはガチレアです。ガチレアか。ガチレア出てきます。さあ、コンボパーツを上位に。はい。上位レアってしてるか。これって宿枠は何だっけ。宿枠が、バールバッツドラグロイヤーとジャックですね。うん、あ、ジャックか。はい、ジャック出ても多分。メイちゃんで座れるだけなの使われていくんですよ座れる、座れて終わるパターン、うん、パターン、さて、光らず光らず、うん、あ、これとても強い竜騎士です。久しぶりに出た、あ、竜騎士、はい、これ竜騎士ライトイグなんですけどね、竜、うん、はい、騎士といえばあの4ゲージ払ってぶっ破する魔法が強かったけど、それは大昔の話で、うん、まあそうですね
これどんだけ昔の話をしてんの。竜が騎士って今何がうまいんだろう。騎士はですね、やたら見たらドロップを増やすのと、うん、あとゲージを貯めるのが得意です。あ、なのでそれを使って必殺技か、あの豪山ガルガンチャパニシャを打ちに行くっていうデッキが一番シンプルかつ強力です。そうだね、あれ無理だもんね、はい、あ、おっと、これもいいカードですよ。先陣機、はい、関西機ですね。関西機、はい、クイーンクラダ2、指揮官機なんですけどね、うん、はい、あのこれ防御にも攻撃にも使えるとても優秀カードです。なるほど、超汎用、はい、ああ、強調きましたね、はい、それも、はい、デッキに最低3は欲しいぐらいのカードですね、はい、なるほど。もうまあもちろんこれあれでしょ、戦艦絡みじゃないとほぼ機能しない。いや、ただそれライティー軍なんですけどね。それも、あ、でもライティー軍ですね、はい、それもライティー軍です。あ、登場した時攻撃を上げる効果とかもあるね、はい、いろいろあるね。そう、例えばダンジョンはこの盾がとても強いんでおすすめですね。ゲージ増えるんで、あ、来ましたね。この、はい、そっか、72柱。前さ、魔術師でいたよね。捨てられてライフ1払うとドローできる。はい、ドローできるとか。こっちの方が全然いい。はい、そうですね。戻ってくるので何度でもいけるっていう。ただ、あいつゼロだったから、三軸だとゼロであることが意味があったので。はい、ただそれも1ですけど、うん、捨てる要因として考えちゃえばいいだけの話なので。まあ、そうだ、はい、うん、そうだね。基本並べないの。はい。これちょっとこう。あ、これ国流コントロールカードです。無角魔王で捨てる2枚捨ててんのコストでも全然強いな。そうですね、はい、信じらんない。ターン1とはいえ、あの自分のターンと相手ターン中1回ずつ捨てるってことを考えれば全然いいんですね、うん、手札に1枚は、うん、そうか、ここにおりますが、はい、うん、1ターンに1度なるほどね、はい、複数枚は使えないと、はい、なるほど。さて、でも普通にこれ強いな。三軸にぶっ込んでみてもいいかも。うん、ちょっとやっぱ捨てることをコストにするデッキではかなり、確かまだ取っといてあるはずなんだ、崩れさずに、うん、このデッキさあ、お互いまだ宿が見えないと、見えませんね。ちょっとまだこちらの山ってことですね、うん、さて、ちゃんと、いや前回がバッツだったじゃない、ジャックだったのでバッツがそろそろ見たい。あ、トリシューラです、トリシューラ、はい、これは何、大帝軍ついてるね。大帝軍ついてますよ。2回攻撃、打撃に4以下ならこのカードスタンドする。はい、置きます。うん、なるほど。あれ、これ王権、王権ですだね、はい、あれ、あれにも入るか、じゃあ逆転殺の方に。あ、もちろんレバンティンデッキの中にも入りますよ。なるほど、はい、ということで吸い取られ枠ですね、何、俺仕事してないな。なんか向いたら明日発売日なんだから並べろよって話ちょっと今向いちゃってますけど、まあ、ワイルドホビーエアでね、みんな、そうですね、カードプールも、カードプールも公開されてるし、まあ、はい、まあ、売らなければ許してくださいちょっと本当は向いちゃうのよ、もう。おっと、はい、超勝ちではまた新カードが来ましたよ。アビゲール、はい、アビゲールアジール、アルファアジールみたいな、うんですね、サイコミオで使ってきそうな、はい、そう。でもこのカードサイズ1の割には結構優秀っちゃ優秀ですよ。とても小回りが利くので、はあはあ、黒竜デッキの中にちょっとこう入れておくと、あ、でも汎用性が低い、はい、いや、汎用的すぎるんですよ。あ、敵すぎる、そうなんです、はい、じゃあ、はい、意外とアビゲールいちいち強いな。あの、何でもできるんで、うん、そのアビゲール登場した時魔法破壊、あ、攻撃した時アイテム破壊、はい、破壊された時モンスター破壊、はい、なるほど なるほどね、はい、あの盤面のほとんどに触ってくるんで、まあ、した時した時が、まあ、条件付けられてるから、はい、そこだよね。そうですね、そこどうなのか、はい、これ使いこなすと相当面倒くさいですよ。コピーですか。でもまあ攻撃無効なアビゲールに比べたらそこまでのインパクトはないのかな。うん、そうですね。ただこう3つの能力を使いこなされた時のその面倒くささは凄まじいものがありますけど、自発しろ、また長寿、ああやっぱりこれイエガセットですね、完全にあれ、ちょっと待って、俺長勝ち3枚出ちゃったからもう出ないか。そうですね、あとはもう3の忍者出ないな、これさっき出たの長勝ちがありましたっけ、まだほらこれが ありましたね、はい。というわけで超ガチは、はい、こちらでラスト。あ、もう忍者出なかった。完全に家が、あ、でも忍者ってガチレアですよ。あ、あれガチレア？はい、あれ、あ、じゃあまたチャンスあるのか。はい、なんだうわ、ていうか、うちはもう、あ、ガチレア5枚しか、ね、忍者基本的に干されてるね。あの重要なカードがプロモだったりして基本干されてる。
そう、ということはもう、あの使い物全部できちゃったぞ。ってことはもうあのシークレットしか残ってないのか。まさかのシークレット出ないとかあるのか、うん、見てくれよ仕上げ、うん、あ、ようやくこれも増えましたね。騎士、あ、騎士ですね。どうですか、はい、ありそうですか。それも面白いカードなんですけども、どちらかというとそれ雷帝軍向けかもしれないです。あ、本当、はい、なるほど。ちょっとかぐわしい。あ、でも確かそうです、ね、でも確かこれ雷帝軍入って、あ、ごめんなさい、これ雷帝軍入ってないんだ。入ってない、エルキオーズと違って、はい、ってことはもう騎士一辺倒で使うしかないんですね。うーん、連携した時さんでして、あのカード破壊、うん、何でも破壊が強いんじゃない。そうですね、だからそういった意味の強さはあるので騎士デッキの中に、うん、はい、ただこう連携した時だ。そう、連携を要求するのは時として、うん、そう強い弱いが私も出ちゃうんで。フォロー、あ、フォローと出ましたよ。まあデッキ入れちゃうかな。うん、あ、そうそう、あとこのカードですね結構強いんで、はい、あのさっきが何枚も見たよ、ジュピターバリア。それはおすすめしますよ。攻撃無効しソウルドロップ置いたらワンチャージワン、あ、おい、ソウルをドロップしたらワンドロー、はい、で竜王殿か、はい、でもっとちょっと置かなくてもいいんですよそれ、うん、置かなくても動かできる、はい、置かなくてもただの盾なんですね、うん、はい、なので置かなくてもただの盾、置ければさらにチャージ&ドロップ、うん、これジャックに入るの。ジャックに普通に入ります。でもっと言ってしまうとですね、あの雷帝軍の中でソウルを貯めるカードが存在した場合そのカードはいきます。あ、でも君が攻撃されてる攻撃、まあプレイヤーですね。だジャックセンターをダダーキンすると、うん、まあ使うチャンスはっていうところですね。あるね、はい、あの連携真ん中って言ってくるときあるから。そうですね。アステールデッキだね、うん、なるほど、うん、これもね、うん、ラブコード、まあ、この武器どうなんだろうな、ゲージに、うん、まあそれ日本刀なのでどちらかと刀、あ、日本刀デッキ、日本刀デッキなのかな、まあ、操縦っぽい動きはあるんですよ、それ。ただ、一応、雷帝軍もついてるので、まあ、検討してもいいかなっていうところですね。ただ、やっぱり。まあ、でも、なんかおとなしいね、書いてある。うん、まあ、あまり。あれ、まだみんな、二人ともしか出ない。出てないですね。ここまで引っ張るか。引っ張っちゃうね。あ、まだ出てこない。チェ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 。あ、出ました、来ましたね。あ、ちょっと待って、なんかセットで来るな、セットで来るな、セットで来ますね、こっち家から組んでくださいねって感じで来るね。そうですね、それすごく強いので、はい、はい、推奨、おすすめです、とてもおすすめです。おすすめやるなら3減らす0になる、はい、あ、これ強いね、捨てられた時、なるほど、これもコストとして使える、あ、これ絶対強いね、はい、捨てた時っていうか、それはあの番入時に、うん、あのカード捨てると、あ、君の手札が捨てられた時か、はい、なるほど、はい、あ、ものすごい場を崩すことができる、ね、はい、そうですね、でそれも自分と入ったんで1回ずつ発動します。だからこれとこれ立てて、で、あれ捨てるっていう、これ捨てたらこいつは戻ってきつつの、はい、ね、の、ね、相手の場を破壊するの、手札に戻しの、さらに、あの設置魔法によって、はい、うん、チャージ&ローが発生すると。そうだね、はい、これすごいぞ。そうですね、はい、もう分かりやすいデザイナーコンボ、はい、でこの逆転の使い道はこのルシファーが一番多分相性は良さそうですね。2回攻撃を持ってるんですよ、もともと。なるほど、あ、はい、本当だ。でここに貫通プラス貫通で 3なので打撃力4になるんですね。本当だ。で打撃力攻撃力5万7000とかになるんですけど、うんうん、はい、でも三軸デッキにちょっと入れたらそれだけでも強さを引けた時に、うん、あ、来ましたよ、裏側になってるカードが。あ、裏になってるの。さてどうでしょうか。あ、出てきましたね、はい、はい、これがバツの、はい、バツのですね、バールバッツドラグロイヤー、はい、攻撃力無限なんですけどね、8って言わないように聞かないように、はい、8じゃなくて無限なんで、ね、はい、攻撃力無限と、無限、はい、で大逆転なんでね、逆転とは別物なんですよね、うん、なるほど。だから雷帝軍だけあの逆転と大逆転が1回ずつできるよっていう特権があるんですよ。そうだね、はい、なので、うん、あの雷帝軍の逆転を防御サイド の、ね、の能力にしてしまうっていう戦略もできるんですね、これで、うん、ほうほう、はい、つまりこう防御能力で、そうか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 、はい、例えばアトラとかで攻めるときはこっちで、例えばアトラとかミセリアとか入れて、うん、あっちのこうリセットしたりとか、ね、あの防御したりとかいう逆転にそっちを使用して、うん、ターンが入ってきたらこれの大逆転で仕留めに行く、うん、っていうような動きもできるようになりますね、はい。で、中身が、こちらがですね、X ジュニアっていうんですけど、これですね、あのカード名にバッツを含むカードは全て貫通を得るっていうのと能力と、このカードがある限り相手のカード効果で手札に戻らなくなるよっていう、
でこれがもともと破壊されないとかいう能力を持ってるので、まあそうだね、これで手札に戻らなくなる、皆隠しされなくなっちゃったみたいな、はい、でこれがですね、クロスジュニアっていうんですけど、うん、これなんか絵がつながる雰囲気するけどしないね、はい、うん、しないですね。でこれがですね、登場した時ですね自分の手札1枚を捨てると、はい、デッキからあのこれ持ってくるっていうカードなんですよ。あ、はいはいはい、デッキからこれを連れてくるよっていうカードです。シックパックは本当これ必要になってくるのかな。枚数があまりない時とかいう時はあのできれば、うん、もしくは枚数絞っちゃうときとかですね、うん、まあ、ゼロがやっぱりこれサイズ3なんで、うん、横にゼロしか並ばないんですよ。 そうですね、その関係でゼロのアタッカーという意味では、まあ、でもこれが優先されるとは思うんですけどね、はい、こっちの方が優先度が高い、はい、ただ持ってくるときこれがどうしてもいるので、はい、うん、これを使って、まあ、そうか、バルバツを探すと3-0ライテみたいになるのかもしれないね。そうですね。で、これはですね固く作るならね、はい、でこれがあのバッツの弱点を消すか魔法なんですけどね、うん、バッツがいるときに使います。自分の雷帝軍1枚を選択、選んだカードはこのターン中打撃力が下がらなくなるっていう、ああ、はい、はいはいはい、はいはい、で選んだカードが攻撃すると相手の場のカードを破壊するって能力がつきます。なるほど、まあ、つまりここに使うとあのバットのこの打撃力が2から下がらなくなります。まず、はい、で下がらなくなった状態でこれが攻撃するたびに相手の場のカードが1回ずつ破壊されていきます。なるほどなるほど、はい、っていうこうほぼほぼオーバーキューに近いんですけどね。まあでもやりすぎ感はあるけど、ね、確かに、はい、でもまあでもこれぐらいやんないと、はい、あの破壊するはやりすぎかもしれませんが、うん、そもそも打撃を消されるっていうことを補正がないと、うん、そこはきついね。そうですね、いけないんで、そうか、これはメインフェーズに打っておくと、まあ、より硬い、はい、勝利が硬いと、そうですね、いうことか。なので、これも枚数詰めないんですけども、これは対抗で打ってたらいいよね。そうですね、来た時に対抗でこれ使えば、まあ望ましいですね。ただやらないぜっていう、はい、うん、ただこれもですね、あのデッキにじゃどんだけたくさんいなきゃいけないのかとなるかもしれませんけど、うん、そんなにいなくていいんですよ、うん、あのこれをうまく使いこなせば、あ、はい、落ちさえすれば、はい、守って落としておいて、いざ決めに行く時にこれを打って、うん、これ回収してっていう、はい、こともできるので、はい、だからこういう動きがもともと多分デザインされてるんでしょうけれども、うん、はい、だから これがあるかあれば、つまりこれは値段上がんないかも、まあ、まあ多分デッキ2枚ぐらいさせときゃいいので、まあ前段のところやっぱこのこいつが高いんだよね。まあそうですね、そう、はい、でなぜかこの辺がね結構いるよねって思うんだけど、あんまり値段がこっちに振るんだよね。いやー、まあこっちですね、いるのは、うん、実は極論言うとこれ別になくてもいいっちゃなくてもいいです。まあ引けるか、はい、あの引けりゃいいんで、うん、あとこれがドロップに落ちてればまた拾えるんで、あ、そうかそうか、はい、だからまあこっちの方が重要度重要度はそっちの方がよっぽど高いですし、なるほど、はい、あとはこれもデッキの中に2枚ぐらいいるときはいいだけの話なんで、なそんなにはねっていうところなんですね、はい、でこの武器もそんなにダマイスいらないので、うんうん、はい、まあ強いんですけど、とてもね、この武器も攻撃力が、これ多分これがシックパックのはずなんですよ。ラストパックってことですか。そう、え、これないってことあんの。いや、そんなエラーパックみたいなことはないか。ああ、ちょっとですね、停電、はい、バルバツ、ね、こっちですね、はい、じゃあこれはまあ珍しくシングル並べますよ、これ、はいはい、さて、もうないかな、そうすると。あれ、俺忍者に嫌われてる、なんか72柱ばっか出たぞ。なんか今回2柱箱でしたね。うん、これでイエーガー箱なんですけどね。あ、そうだね。はいはいはい。まあこういう感じですね。そうですね、うん、なるほど。じゃあ俺これちょっとちょい足しするだけでもこの辺強そうなんで。そうですね、うん、はい、あとその雷帝アスモダイをデッキの中にまあちょっと少し、うん、まあ、枚数、うん、まあ、3枚かそぐらいは欲しいかなっていう気がしますね。はい、二角魔王4入れたとして、これも入れたとして、まあちょっと枠によるな、こっちの方が優先度高そうだな、二角、ね、魔王より、まあ、それこれを運用するんであればちょっと3軸とは違うかもしれなくなりますね。どちらかというとまた例によって 1とか2を並べて、うん、と210組で並べるっていう戦術の方が、ね、多分相性としてはいいと思うんですよ。210でいけそうだ、ね、210デッキにすればあのソロモンの結果入れなくて済むんですよ。そうだ、ね、枠が余裕あるので、しかもチェスブレイクでバカ崩れるとか苦しすぎるもんね。ないそんなの、まあ、このアスモダイのこの設置魔法1枚飛ばされたぐらいじゃあまあいいかって言えるんで、別にそうだよ、はい、うん、そういう感じですね。ちょっとじゃここ集めなきゃね、ここね。そうですね、それがちょっと枚数が欲しいところですね、うんうん、やるやるやる、これ後ほどやるよ、はい、集めるよ、なんとかしてさ。よしよし、こっちは家が出てきますね、はい、なんかガチリは飛ばしてました、はい、いました、いましたね、はい、はい、あ、なんだろう、なんだろう、なんか普通のホロかなぐらいで思っちゃった。この忍者の扱いよ。違う、なんか
あの月影白夜感がなくてなんかイケメンすぎてね俺のイメージと違ったから気づかなかった。なんかイケメン忍者いるなと思ったらスルーされるとかこれめちゃめちゃ強いらしいんでちょっと、はい、いましたね。俺引いてましたね。引いてました。全然引いた自覚がないんだけどそっか、なんか気づかなかったですね。でもそれがあるともう動きにだいぶ幅ができます、ね、おっしゃー、これもう忍者もう鬼強化が入りました、ね、はい、これ1枚でもうなんか軽くゴージンモール否定されてる感ある、ね、いや、ゴージンモールは攻撃ですけど、まあ、それは防御向けのカードですね。そうだね、返しのターン強いと、はい、うん、はい、できればなんか、なんかこれを採用するときはなんかアイテム入れておきたいですね、実は。はあ、はあ、これアイテムがあると強いんですよ。あ、破壊されないのか、はい、アイテムがあると、はい、破壊されなくなるんで、アイテムの枠割かなきゃいけないのか、あのデッキに。そうですね、苦しい。例えばあの、ゴージンマルとか、いや月影と白夜景とかと相性いいのは、あれですね、捨てたら戻ってくる剣がありましたよね。ああ、あるね、はい、ただあれターン終了時消えるんですよね、あの剣ね消える消える、だからああ意味ないな、意味ないです。だからそしたらあれ、かつてこうあの送るとサイズ1忍者をっていうのに加えるって、あの辺、ああ、あったね、はい、あの時に何でもいいから装備しときたいっていうのは、あれ、はい、あれまた必要になってきたか、もしかしたらですね、はい、うん、そうだね、はい、もし攻撃用の武器として、まあ、入れるんだったらあのさっきの雷帝の刀とかやってのも全然ありですけど、うん、例えば もしでもさ、1の忍者の枠を割いて武器を入れるとしたら、はい、やっぱ1回収の武器が安定なのかなって気がするよね。うん、まあそうですねモンスターが引けなくなってなっちゃうと、今までよりも、うんうん、まあ、あとはですね、あの武器にもしこだわるな、うん、どうかな、あの格好入れて変身するってもあるんですけど、うん、あとこれ立てるとしたら真ん中、真ん中ですね。でもこれ移動モンスターなんですよ。移動あるか、移動あるか、はい、だからあの武器を持ってれば、あのこれでもしターン開始耐え切っちゃったら、うん、そしたら移動して攻撃に移ればいいんで、うん、しかも武器で殴った後出すってこともあり得るんで、もちろんあります。3回以上攻撃してるの、はい、もちろんもちろん、うん、ああでもやっぱあれだな、あの一つ前か二つ前の段の武器もあるかもね。そうですね、だから強い白夜と月影をこう両サイドに並べて、まあ、武器でアタックするっていうことをするんであれば、うん、まあそうですね、ちょっとこう難しいかもしれません、うん、でもあの武器を装備するとちょっとはいいことはあるんですよ。あの武器装備して、うん、あの今までこう結局例えば試練とか置いて、うん、まあ、あの逆転突き上げ置いて、うん、なんかサイズ一応だったじゃないですか今までって、うん、この布陣で今までアタックを始めましたよね、うん、でこれを例えばこれをこう武器に変換して、突き上げじゃなかった、試練をこっち側にコールしたら逆転突き上げをここに置いて、うん、このアタックをした後に逆転を使ってデッキからこう置いて連、うん、アタックをして、うん、武器もちろんアタックしまったわけですけど、うん、この後こうアタックをした後に、ね、で逆こうアタックして逆転をして踏み潰して起こして、うん、さっきの忍者をこれごとこうセンターに置いて、うん、こう構えて、まあ、こうやってアタックっていうのが、まあ、うね、うん、多分一番切れちゃ綺麗なんですよね、うん、じゃあ一回収でもいい気もするね、はい、だからまあだあれちょっと非力すぎてね、はい、相手が固めるデッキだと2000攻撃力2000とかしかないんで、うん、っていうところがある、ね、はい、なので動き方はちょっとまた工夫ですか ね、 そうだね、はい、なのでスタートはとにかく、まあ、でも武器なくても、まあ、効果破壊を避けれるという効果がないだけで、はい、まあまあなくても強いんだよね、はい、だからその辺どう思う見るかな。そう、あとは例えば試練とかを通じてじゃないな、例えばこう、うん、何だろう、サイズ2を出すときに、うん、まあ今だと結局何だろう、サイズ2だと、まあ、あれかな、うん、あのゼロ式とか、うん、ゼロ式とか、うん、あとはまあ普通にサーチのは何でしたっけ、私と水波もセンターに出してましたけど、武器を装備してるなら、うん、あえてこう横に出してしまって、そうだね、持ってきたのをこうやってみて、これであの、うん、そうだね、逆転突き上げをこう出して、ね、これで攻撃に行ってみた方がいいかもしれないですね、うん、でこの後にこれって忍者ってサイズ何でもいいですか、ソウルに入れるやつって。これはそうですね、モンスター1枚以上を好きな枚数、そうですね、うん、モンスターであれば何でもいい。ただここをサイズ2にしちゃうと逆転すると踏み潰しちゃうんですよね、結局これでサイズ超過で。そうだね、なので、まあ、2からスタートはやっぱしない方がいいのかな、うん、一番いいのはやっぱり、ね、詰めるとき水波だとアタック回数的に、あ、でもその変わんないか、うん、まあ、やっぱり選ぶとすればこう1、うん、サイズ1武器で、あと逆転突きかけ、うん、で、この布陣のアタックから始めるっていうのが多分一番自然なのかなって気がしますね、うん、で、こっからアタックして、逆転して当然武器が意味ないぐらいの守備力のやつがいたら
またやり方が変わるんだろうけど、そうですね、そうちょっとまた動き工夫がいるかもしれませんね、ですね、はい、まあ引いてましたという、はい、ありましたよかった、いや なんかね自分の中で勝手に超勝ちだと思ってた、序盤ね向いてる序盤ね、多分序盤に引いてたっぽいんです、そう多分あの、はい、そ後でねこう見てると、はい、引いてるじゃんみたいな、あとなんとなくあのナノマシン忍者的なイメージでいたの勝手に、あそのなんか普通にイケメンだったからイメージと違ったっていうはい、ありがとうございました、はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが